今私の方は、相原農場の方で、去年の4月から、今年の3月末まで研修を受けてまして、実際には、収納を私がしたのは4月から、まあ、なので、まだ5ヶ月ぐらいしか経ってないんですけど、相原農場で研修を受けながらですね、たまたま相原さんの方に連れて行ってもらったところにですね、あの野口種苗の野口さんが、グループとして入っている2個のグループの、関野さんという方がいらっしゃるんですけど、その方が、無肥料で栽培をされているということで、無肥料栽培の勉強をそこでですね、少し何回か勉強会に行って勉強しまして、でそちらの先ほど申し上げました、少年の森の近くの畑の方は、肥料を与えないで無肥料で栽培をするということをですね、最初からやってます。でその関野さんもですね、そういった栽培が成功するまでに7年かかったということで、実際にはですね、種取りをしながらそこの畑に合うような、野菜をですね、作っていくということで、種取りをして連作をしていくということで、全然有機と違うやり方なんですけど、そういったところでですね、そこであの食べた野菜がすごく、その関野さんと食べていただいた野菜がですね、すっきりした、まあ、野菜のえぐみみたいな、先ほどお食事の時にうまみとか甘みとかですね、肥料の話によって味が変わるっていうことがありましたけど、野菜本来の味っていうのがそもそもどんなものかっていうことを、もともと野菜が、何も人間が、手を加えないでですね、育っている、そういった中で野菜の本当の味っていうのがあるというふうに思ってまして、でそういった旨味とか甘みとかそういったものとはないんです、ね、野菜本当のそのすっきりした味、そういったものをですね、まあ、時間をかけてですね、栽培してみようかな。でそのためにも有機肥料をやりながらですね、そういったことをですね、途中からやるとまた時間がかかりますので、もう収納した直後から有機栽培で実際に売るものを作りながら、無肥料で、野菜を栽培しつつ、そこで、種取りをして、まあ、そこの畑に合うような野菜をですね、作っていこうかなというふうに考えています。なので、まあ、私としてはですね、2本立てで、そういったことをですね、やろうとしております。で6月にもう1箇所ですね、茅ヶ崎の方で、まあ、ここからちょうど真東の方に、里山の公園というのがあるんですけど、そこの東側の方で、畑を一旦3世ぐらい借りてたんですけど、まあ、そこのところはですね、もう夏野菜の定食に間に合いませんでしたので、耕運して除草するっていうのが、まあ、ずっと6月から続いてるんですけど、ようやくですね、秋冬野菜の、まあ、植え付けとか定食とかですね、そういった時期になってきましたので、つい先日堆肥を入れて耕運をしてですね、これからそちらの方は、まあ、なのでですね、これから、皆さんのところにご紹介するそのお祖母の畑が、まあ、私がですね、今この5ヶ月ぐらいでメインでやってきた畑ですので、まあ、そこのところでですね、実際に見てもらって、また説明の方を、させていただければと思います。じゃあ皆さん一緒に、行きましょう。じゃあ